どうもすごい今日ねめちゃくちゃやばいですね。盛大ですよ。すごい盛大に滝が。で今回ですねこの動画は無料プレゼント。はい。これはですね、この YouTube の下のリンクを見てもらえると分かると思うんですけど、無料プレゼントします。はい。なんだ、飛行機。この、YouTube のね、下見てもらえると分かると思うんですけど、プレゼントです、プレゼント。で、僕ねどこでも動画撮れますけれどもこうやってね、ほとんどの人が、こういう動画撮れないじゃないですか。で撮影行くとか、これ撮影しにこういうバッグで動画撮るとか、あんまできなかったりするじゃないですか。で家にいながら遊びながら家にいてもできて、で、外出ても寝てても収入が発生するという仕組みですね。仕組み、インターネットのいいところっていうのは、僕が言わなくても、あれだと思うんですけど、単純にあの自分が遊んでても寝てても完全自動で回る仕組みを作れるんですよね。仕組みだから僕がこうやって僕の場合は仕組みというかなんか今メディアを作ってるんで、例えば今僕動画こうやって撮ってますけど、過去にアップロードされた動画ずっと見られてます。今は僕動画撮ってるっていう時間軸ですよね。今動画をこうやって撮ってるっていう時間軸でしかないですけれども、もっといっぱい時間軸があるわけですよ。僕の動画が勝手に見られてると。でそれを、動画じゃない場合は何すればいいのかっていうと、ステップメールですね。ステップメール、勉強されてる方だったら分かるかもしれないですけど、ステップメールです。でこのステップメールで自動でその仕組み化するっていうのが、昔からずっとあるんですよ。あるんですけど、それがなかなかできない人多いじゃないですか。で、実際にこれは、ページにも書いてあるんですけども、僕の塾生さんが、そのネットビジネス、最初転売やってたんですけど、やっぱ転売はその稼げるけど肉体労働だっていうところで、その自動でその収入が発生する仕組みを作りたいというところで、ドリアカ入っていただいた部分はあるんですけど、その塾生さんが、その100万稼ぐ、100万稼ぐステップメールで100万稼ぐ設計図みたいな、塾で提供した、講義があるんですね。でそれを、めちゃめちゃ見て、でそれを実践した結果、ステップメールやったことなかったけれども、ステップメールから自動で商品が売れて、もう実際多分100万ぐらい、ライブ放送ではこのまた売れました、また売れましたっていうのをいただいてるんですけども、そのページにはメールいただいた文章をスクショして貼ってますけど、多分もう100万ぐらいは自動で売り上げ作ってるんじゃないかなっていうところです。そうだから自動で売れる仕組みっていうのを、作った方が良くないですか、どうですか。それがインターネットのいいところですから、多分なんか自動でお金がこう入ってきたらいいよねと思ってる人多いと思うんですよ。でそれが可能、それをどうすればできるのかっていうところなんですけど、それはですね無料プレゼントしますんで、で本来なら塾に入らないとそれは講義見れないんですけど、今回プレゼントします。でね、じゃあそのただでプレゼントするわけではないですから、ね、プレゼントする代わりに今度7月7日ですね、セミナーをやります。ずっと7月7日セミナーやりますよって言ってきたんですけれども、会場も抑えましたんで、東京で7月7日セミナーやります。でそのセミナーに参加していただければ、塾に入らなくてもその講義をプレゼントさせていただきます。で実際その講義を見て勉強してステップメールで結果出てる塾生さんいますので、その自動でネットでその仕組み化したいっていう場合は、今回 その7月7日のコピーライティングですね、コピーライティングセミナーにぜひ参加してください。はい。だからネットって動画か文章か写真か音声しかないので、どれやりますかって話なんですよ。動画か文章か写真か音声しかないわけじゃないですか、構成されてるものが。じゃあその中で何やるんですかって話で、何やりますか。別に動画やるんだったら僕みたいに動画撮ってもいいだろうし、
まあ結論動画もできて文章もできればなおいいんですけど、だからまあほとんどの人が副業で顔出しせずにっていうところだと思うんですよ。だったらまあ文章やるしかないなかなと思いますよね。でほとんどの人がそのまあ僕もいろんなお客さんに商品を販売してますけど、まあそういった文章を見て買ってる人がほとんどなんですよ。じゃあその文章を書ける側になったら稼げるに決まってるじゃないですか。自分がお金払ってるわけですから。だからまあまあセミナーって、まあ、今回そのプレゼントをつけた理由としてはもちろんセミナーに来ていただきたいっていうのもあるんですけど、そのコピーライティングってじゃあ今回3時間のセミナーなんですけど、じゃあ3時間聞いたからってじゃあ物にできるかっていう甘っちょろいもんじゃないんですよ。だからセミナー受けました、じゃあ忘れるじゃないですか。じゃあセミナー受けてセミナーでリアルでコピーライティングのその話を聞いて、さらに家に帰ってもその特典の100万稼ぐステップメールで100万稼ぐ講義を見てもらえれば、両方リアルで勉強して、でさらに家帰ってもずっと勉強できるんで、まあ、より学習できて、よりそのなんだ形にできるんじゃないかなと。セミナーを聞いてただ終わりではなくて、セミナー聞いた後もじゃあ具体的に何やるのっていうところですね。具体的にどういう構成でどういう風に変えていけばいいのかに関しては、その映像をずっと何度も何度も見れるわけじゃないですか。なんでまあなんだほとんどの人が100万稼ぎたいっていうことを結構言ってるんで、まあ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 それやってもらえばいいんじゃないかなと思います。そうすれば自動で100万稼ぐ仕組みっていうのは作れますから。動画撮ってる。ポンコツでーす。じゃあポンコツさんがちょっと参戦してきてるんで、はい、ちょっと先がちょっと僕の見えなくなってる。はい。あじゃあいいよ。こっち。あじゃあちょっと待って。はい。魚眼にするわ。あ、了解です。あ、汗がすごい。ちょっとね、撮影場所がね、かなりね。はい。あ、ありがとうございます。だいぶきついね。大丈夫？だいぶ、いや、大丈夫です、大丈夫です。はいっす。はいっす。はいっす。じゃあ、はい、ここら辺にしようか。あ、そうですね。でこうすればですね。はい、こうすれば。起きた。いやあ、今ね、何の動画かというと、はい、コピーの話。あ、そうなんですね。コピー大事だよね。大事ですね。大事です。なんで大事なの？やっぱり人をアクションさせるというテクニックを使うには、やっぱりコピーライティングというのはすごく重要なのかなと。じゃあ、アクションとは具体的に何なのかと。うん、まあ、購入してもらったり、とか、なんか、勇気ある行動を取ってもらったりとか、そういう意味でコピーライティングというのは活躍できるのかなと。いうふうに僕は考えています。僕の定義ですね。まあ実際にね、弟子やってた時にコピーを教えてたもんね。はい、そうですね、かなり大事って言ってるけど全然書けなかった。全然書けなかったです。書けなかったです。でも喋るか書くかどっちかだもんね。そうですね、もう僕は喋りの方が多分いいのかなとは自分で思います。だからどっちでもいいと思うんですよ。喋ってもいいし、だから喋れない人は書くしかないから。はいね、そうですね。だからこの前弟子の子が、まあ、倉本ちゃんっていう子が来たんですけど、はい、その子はね、文章を書いて、まあ、顔出しできないしトークできないから文章を書いてたんで。そうですね、それで1億ですよね。プレイヤー億万プレイヤーになってしまったと。だからまあ文章を書くスキルっていうのはあった方がいいんじゃないかなと思います。ねえ、はい、あとそうそう、これセミナーの案内なんですよ。コピーライティングのセミナーをやるんだけど、はい、どう、これ生で体験してみて。いやー、これ生で体験して多分映像じゃ伝わんないよね。ちょっと伝わんないですね、この迫力は。やっぱり全然伝わんないよね。やっぱ生見ないとって感じですね。そうそう、これやっぱりでもコピーにも活かせると思うんですよ。生を見ないと書けないっていう。生をやらないと書けないというのはやっぱあるのかなと。ね、まあ確かにその、はい、弟子の子も、まあ、マンツーで隣に座って、はい、ずっとやり取りしてたんで書けるようになりましたね。はい、なかなかね、参考書を読んで成功できますかって話で。そうですね、だから本屋にあるなんか成功本とか参考書読んで、はい、じゃあそれできるかって話で。そうですね、いやできるんだったらいいんですよ。できるんだったらみんな成功できるんで、はいはい、そうです、本当その通りですね。だってそうじゃないですか。だって本屋行けばいっぱい成功するために何をすれば、めっちゃ本あるじゃないですか。はい、だか参考本で成功できるんだったら本屋行けばいいし。そうですね、はい、確かにな。じゃあ生でね、本当体験してほしいなと思いますね。はい、今回のコピーライティングセミナーはさらにその現役のコピーライターさんも来るんで。あ、本当ですか。へ、現役の。あ、そうなんですね。そう、でその
コピーライターとしてその、はい、メルマガもやってないし、はい、ブログとかもやってないし、はい、その SNS やってないの。あ、そうなんですね。だ本当に業者さんから、はい、ライティングで。あ、もうすごい方ですね。そうそうだからライティングだけで金稼いで。へー、あー、なるほどですね。すごいな。だその人も来るんで。じゃあもうお客様が企業ということですよね。そうそうそう。なるほどなるほど。それはすごいですね。どういうつながりから。あ、それは僕のコピーライティング道場の卒業生、はい、あ、そうなんですね。あ、それはすごいですね。そう、あ、そうそうそう、実は、はい、あのコピーライティング道場をやった理由があるの。あ、何ですか。はい、それはその時に、まあ、最初1期やってたの、はい、で2期はやる予定なかったの、はい、でその時に鍋ちゃんが、はい、転売道場やってたの。やってましたやってました。転売道場やってました。転売道場やってて、はい、あ、鍋ちゃん転売道場やってんだ、はい、じゃあ俺もコピー道場もう一回やろうみたいな。なるほどですね。あ、その流れからなんですね。その流れから、はいはいはい、でそれでやったら15人ぐらい集まってもらって、その中の一人が、はい、もうコピーライターになった。あ、すごいですね。もうもうその方も結構な金額を稼がれる。今毎月30から40安定して稼いでる。なるほどですね。だからまあ全く初心者の状態からコピーだけでまあ生計立てられてる、はい、なるほど。それを育てたのが吉谷さんのやばいですね。道場、しかも道場、はい、すごい方ですね。それはもうすごいいい卒業生ができてますね。よかったね、はい。まあ、やればそこまでいけるということです。まあ、やればね。やればですね。まあ、みんなやんないから、ね、なんでやんないと思う。やっぱりあれですね、めんどくさいとか、うん、だるいとか、うん、きついっていうのはやっぱかなりあると思います、うん、か、まあ、本当に時間がないとかなのかもしれないです、まあ、ただでもその中でも時間作っていったり、うん、こうめんどくさいという気持ちを殺してアクションすることも大事だなというのはもうやっぱ社長しだして分かりましたね。やっぱり社長しだして、はい、まあやらないといけない環境だとやらないといけないからね、はい。まあ、社長になってね、はい、寝てるわけにもいかない、ね、いかないっすね。しかもまだ開業してまだ1年とかなので、もうそんな休んでる暇ないですねだからね、みんなやらないといけない環境じゃないんですよ。別に家帰って別にやらなくてもいいじゃないですか、はい、ビール飲んでテレビ見てた方が楽やん。楽ですね、はい、やんないし、まあ、それはそれでいいと思うんですよ、はい、別にそれ変わらない、ただただ変わらないっていう感じです、はい、変わりたいんだったらやるしかないんで、はい、でもやるしかないって言ってもやれないじゃん、はい、じゃあ本当にやれる環境に飛び込むしかないかなと思うけど、はい、自分一人でできますんだって、自分一人でできます、自分一人で成功できますっていう自信があるんだったら本屋行って参考書買って、そうですね、はい、一人で本買って、一人で本読んで、はい、一人で実行すればいいじゃん、はい、ただそれでうまくいってる人っていうのはあんまり聞いたことがないですね、僕は。結論ないね。ない。結論はほぼあんまない。やっぱ誰かに教えてもらったり、誰かに背中を押してもらったり、誰かから宿題を与えてもらったりとか、何かやっぱその先ほどから言ってるような環境っていうのが大事なのかなとは。でもね、そこにね気づかないんだよ。あ、なんでその弟子に入ろうと思ったの、はい、弟子に環境に飛び込んできたわけじゃん。僕はもう本当に変わりたいかったっていうのがありますね、うん、だって福岡から上京してきたやん。はい、上京しました。まあ、当時、まあ、まあ動画でも言ったことあると思うんですけど、まあ、ネットゲーム配信、うん、ネットゲーム配信の、ホストの時の貯金をもう全部使って、もう本当に底辺の底辺をやってたのでまあ、変えなあかんとはやっぱ思ってて、でその時にまあ東京に上京しようという、まあ、変わりたいっていうのは大きな動機ですね、やっぱり。あ、はい、まあまあ変わりたいと思わなかったら上京しないもんね。そうですね、はい、そしてあのやばい面接もクリアできないという確かにね、まあまあ、動機というのも大事なのかもしれないですね。動機、まあ、動機がかなり大事かもしれない。ナミちゃんの動機は、僕の動機、まあ、あの東京にいた動機ですか。もうさっき言ったように本当に変わりたい。変わりたい。もう変わりたいし。でもだよ、はい。多分動画見てる人も変わりたいと思ったんですけど。はいはいはい、まあ、そうですね。じゃあなんでわざわざその裸一貫で福岡から東京まで上京できたの。みんな変わりたいと思ってるじゃん。はい、なんで違う行動できたの。ああ、でもそれは多分本当に変わりたいと思うレベルの違い。ああ、レベルね。まあ、要はまあ吉谷さん流で言うと覚悟の量。覚悟の量が。ピコーンってもうマックスから超えたからアクションっていう風になったのかもしれないですね、はい、なるほどね。覚悟の量なのかもしれないです、はい、覚悟の量ですね。覚悟の量ね、はい、それがまあ人とちょっと違かったから、はい、あの上京できたのかもしれないですね。
はい、じゃあ覚悟の量が、はいはい、量がだよ、はい、増えない人はどうしたらいいと思う？うわ難しいですね多分なぜ覚悟の量が増えないのかというと、多分現状に満足している可能性は高いかもしれない。いや満足してないよ。だから満足してないから見てるわけじゃん、はい、なるほどですね。 でしょそうですね。満足してたらネットで稼ぐなんて見ないでしょ、はい、見ないですね。満足してるし幸せだし、はいはいはい、別に動画なんか見ないでしょ、はい、幸せなんか。そうですね。テレビ見てるでしょ。そうですね。ネットで稼ぐ方法が調べないで、はいはい、そうですね。覚悟の量がなぜ増えないのか、なんでやろ。それもう生まれ持ったもう細胞レベルのDNA レベルのわからない。そんなことでまとめたくないですけど、うん、絶対なんかあると思うんですね。なんだろうな、ま、鍋ちゃんここからスイッチしないと。スイッチですね、はい、僕が今振ってるやん、はいはい、ここから、はいね、今のこの状況を、はいはい、まあ、いろいろ加味してスイッチして言わないと、はい、すいません、ちょっと察せなかったですじゃあ覚悟の量を俺がスイッチして即興で今作るよ。あ、オッケー、お願いします。じゃあ覚悟の量を増やすのは簡単なんです、はい、覚悟の量を増やすのはめちゃくちゃ簡単なんです、はいはいはい、何かっていうと、はい、どれだけ雨に打たれるかなんですよ。なるほど、どれだけ雨に打たれるか。それはなぜかっていうと、はいはい、今日ここ来てるやん。来てますね、はい、でマイクも来たので、前も来たんだけど、はい、滝の量がすごいんだよ、量が、はい、滝の量が、滝の量が。これなんで量がすごいのかっていうと、はい、雨が降ったからなんです。そうですね、はい、そうでしょ、はい、雨が降ったから水が増えただけ。そうですね、はい、この前は雨降ってないんです、はい、じゃあその雨っていうのが人生において何かっていうと挫折なんです、はい、なるほど。だから、はいはい、鍋ちゃんがなんでその変わろうと思った量が増えたのかっていうと、はいはい、ネット配信でもう人生のどん底まで行って、はいはい、もうどうしようっていうとこまで打たれて、雨に打たれて、はいはいはい、そこからそこで溜まった水がドバーって出たわけ。なるほどですね、まあ、まさにあのように、まあ、あのように量増えたわけ、はい、だから多分変わりたいなと思っても、はい、大したその雨に打たれてないっていうか、はい、なるほどですね、はい、そこまであのなんか挫折してないっていう、挫折してないっていうか、はい、だから量が増えない、はいはい。でその具体的に挫折するにはどうすればいいのか。挫折するには挫折するには簡単で、はい、失敗すればいいですよね、うん、はい、そうですよね。失敗いっぱいすることですよ、はい、だって成功したいんだったら失敗するしかないから。そうですね、はい、でそうでしょ、その通りです。だから失敗していろんな挫折することによって、はい、覚悟の量っていうのが、まあね、あの増えていくというか、はい、なんかそのクソみたいになるやん、はい、なるほどですね。だからなんか例えばスポーツで、はい、あの試合で負けてったら、はい、クソってなるやん、はい、なります、はい、ただそこで大切なのが、はい、じゃあ例えばスポーツだと試合で負けてもうダメだって思う人もいれば、はい、クソと思って絶対今度勝ってやるってなる人もいるだろうし、はいはい、ここのなんだこのもうダメだって諦める人と、はい、諦めないでその量を、はい、あのなんかパワーに変えられる人の違いって何だと思う。なんかその、はい、じゃあ失敗は成功のもと、はい、失敗しないと成功しないよっていう、はい、じゃあまあ確かにそれ分かる、はい、じゃあ失敗しました、はい、また失敗しました、はい、やっぱダメなんだって思う人と、はい、続けられる人、はい、それをパワーに変えて原動力にして変えられる人の違いは何だと思う。負けず嫌いじゃないですか。負けず嫌い、はい、負けず嫌いプラス僕が思うのはあの、まあ、修正、負けてまた同じことを繰り返す方って結構いられるじゃないですか、うん、でも負けて悔しい思いをして次どうすれば勝てるのかという改善とか修正をできる人はまた一歩前に進むことができるのかなというふうに僕は考えています、うん、なるほどね、はい、修正能力かなとは僕、修正能力、修正能力、修正能力なんかかっこよく言うとあの PDCA とかよく言いますよね。 PDCA、 はい、 PDCA というなんかあのアクションしてあのアクションからデータを取ってそこから修正を入れてのサイクリングみたいな、それがまああの一般的だと、うん、あの成功何かの企画を成功させるのに一般的な、うん、あのサイクルだと言われているのがなんか PDCA と言われているらしいですね、はい、まあ、これ違い俺の見解だと違いって何かっていうと、はい、ここがゴールなんだけど、はい、ここがゴールなんだけど、はい、うまくいかない人ってここしか見てないんだよ。なるほど、はい、要はここがゴールじゃん、はいはいはい、ここがゴールじゃん、はい、でも続かない人ってここしか見てないんだよ、はい、ここ、なるほど、ここ目の前のここしか、はい、だからここが失敗したからここがゴールになってるんだよ、はい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 、だからここがゴールだから稼げないじゃんみたいな、なんかダメじゃんみたいな、はい、でもここがゴールだったら別にここの過程って何が起こってもいいわけじゃん。そうですね、はい、だってここゴールなんだから。そうですね、はい、過程どうでもいいや、はい、だから改善できるやん。
ここだから、ね、目指してるの、はいはい、目指してるのはここしかないから、はいはい、でもうまくいかない人ってここを見てるの、目の前に。もう視野が狭いというか、そうそう、目標設定ができてないというか、目標設定というか、はい、なんかここがゴールなのにもかかわらず、はい、なんか例えば、うん、じゃあ 42.195 キロがゴールだとするやん、はいはいはい、だけど 100m 走って、あ、もう無理だみたいな、はい、疲れたみたいな、だから 100m 走ったっていう現実しか見てない、はい、なるほど、その先を見れてないというか、はいはい、じゃあ 100m を全力で走ったらもうダメかもしれないじゃん、はい、42.195 キロがゴールであるならば、はいはい、歩けばええやん、そうですね、なるほど、はいはい、だから、はい、ほとんどの人がその視点がないの、はい、なるほど、じゃあ歩いてもいいわけじゃん、はいはい、でも、はい、じゃあ 100m 全力で稼ぐぞみたいな感じで走るじゃん、はい、うわダメだみたいな、あ、なるほどですね、だからもう費やすみたいな、なるほど、いやもともと歩けばええやんみたいな疲れないやみたいな、そんなに疲れないよ確かにですね、まあ、元はそうですね、過程はどうでもよくて、はいはい、なるほど、結果が全てだから、はい、その過程を走ろうが歩こうがいいわけ、そうですね、別にそれタイムを競うとかだったら別だよ、はいはい、だ 42.195 キロをゴール設定にしたとか、はいはい、それ走ろうが何しようが、はい、バイクで行こうが何しようが関係ないと、はいはい、確かにそうですね、まあ、つまりあの、まあまあ、敵とかがいればまた変わ、敵とかそのタイムとかがあったらまたちょっと変わってくるけれども、うん、自分のだって敵なんていないよ、いないですね、はい、ネットビジネスで敵っている、いない、月収100万稼ぐための敵っている、まあ、自分ぐらいじゃないですか、いや自分でしょ、はい、自分じゃん、はい、だ結論違う、例えばこれ会社で、はい、じゃあ会社で組織でなんかその上場しようとか、はいはい、なんかその大きくしようとかだったら、はい、他にもいっぱいその会社でサービスしてる人がいるから、ね、はい、それは敵いっぱいやん、そうですね、はい、だけど個人で、はい、個人一人個人だよ、はい、100万ぐらい、まあ、100万ぐらいって言ったらあれかもしれないけど、はい、100万稼ぐっていうのはライバルなんか自分しかいないから、そうですね、はい、だこれがね1億2億の話だったら別になってくるんだけど、はいはいはい、いないよライバルなんて、そうですね、だってザッキーなんか今月収400万とかじゃん、すごいですね、はい、うん、確かに、まあ、ライバル、まあまあ、ライバルがですね、はい、だからライバル、じゃあライバルいたらザッキー400万稼ぎたかったな、だってザッキーよりもっと、ね、ネットビジネスやってる人いるわけよ、はい、そうですね、はい、普通に5万と、はい、そうですね、確かに、じゃあザッキーが覚醒できた理由っていうのは、はい、その人に会って弟子に入ったりとかいろんな経験して、はい、失敗もして、はい、パチスロにも行ったりとか、まあ、いろんな、はい、なんかなった結果今や、そうですね、はい、だから結局その月収100万とかそこぐらい行くんだったら、まあ、なんだ、自分がライバルやから、はい、自分に勝てるかどうかかなと思うけど、はい、確かにですね、まあ、僕もまあそう100万とかっていうのはあのまあ利益に出たことはもちろんあるんですけども、やっぱりそこでふとなんで俺は100万いけたんだというふうにやっぱ考えたことあるんですけれども、あの本当にアホなんですよね僕で、何をしたかっていうと、もうがむしゃらに、もう本当がむしゃらに突っ走ったっていうのはでもあります。あの1年目は、うん、1年目はとにかくもうがむしゃらにやるっていうのを決めてて、もうがむしゃらにやったら100万いっちゃったみたいなところは僕はあります、まあ、ですので、まあ、何かを学ぶ1年目というのは僕ちょっといろいろプランがあるんですけど、1年目はがむしゃらにやって、2年目はそこからのデータをから戦う、うん、ああなるほどね、はい、っていうふうに決めてます。へえ、はい、お利口さんになったじゃんそうですか、いやそれはほぼまあ吉田さんから教わったようなことを自分で組み立てただけなので、お利口さんになったんだありがとうございます、はい、いやでもその通りですよ、はい、要はやってその、はい、そのデータ出るんじゃないですか、はい、必ず出ます、そのデータを見て分析して改善していけばよくなるんで、はい、それしかないよね、それしかないなと思います。でもそれそのがむしゃらにやって100万なので、それで修正入れたらまだ俺伸びしろあるぞとそれあり、自分怖いなと俺怖いなとまだいけるやんけど、まあワクワクしてますね日々、はい、ワクワクしてますワクワクしてます、まあ、ということでちょっと話長くなりますけど、はい、とりあえずあの7月7日東京でセミナーやりますんで、はい、生で体験した方がいいんじゃないかなというところです。この YouTube の下にリンク貼っておきますので、なべちゃんから生で体験することがどれだけいいのか、そうですね、まあ、生で体験するのと生で体験しないのでは、あの言葉の厚みとか文章の厚みとか変わってくるので、ぜひ一回一応体験して、あのどんなものなのかというのをね、この
滝のように感じてみてはいかがでしょうか。いかがでしょうか。はい、よろしくお願いします。7月なのか7月なのかよろしくお願いします。あとナビちゃんのなんか宣伝もなんだっけ。はい、そうですね、北九州で町ナビちゃん小倉と検索してくれば出てくるので、町ナビちゃん小倉、はい、小倉ですね。もし北九州で飲むことがお酒を飲むことがあれば行っていただければお安くできるので、ぜひツイッターのフォローよろしくお願いします。はい、はい、ツイッターで町中町ナビちゃん小倉です。町ナビちゃん小倉、はい、はい、お安くお酒が飲めるということですね。はい、お安く飲めます。まあ、具体的に言うと、まあ、飲み放題がタダになったりとか。へ、まあ、90分飲み放題タダですよ。すごいね、はい、ベネフィットワンダだね。そうなんですとかがあるので、ぜひ登録してみてはどうでしょうか。はい、では、はい、そういうことです。終わります。はい、ではありがとうございます。